願いします。橋本です。よろしくお願いします。戸田です。よろしくお願いします。分かんなくなるよ2人は何仲良し、はい、いや仲良しっていうかB 級ライセンスの時に一緒でした。はい、ライセンス取りに行って、はい、でもうすぐもうあれど SK まで青大地 A さんも SK まで合格はしたんですけども、でも来年はどっかそろそろまあもうちょっといろいろ勉強した方がいいかなと思ってますけどね。ワールドカップイヤーだしね。まあそれもありますね。ワールドカップイヤーの解説者はやっぱりちょっと見ておきたいなっていう気持ちは正直強いです。そういう感じ。はい、なんか仕事が結構、いやわかんない、仕事があるかないか、僕個人事業主なんで、うん、事務所のバックボーンないですから。いらないよ。でもらえたらいいなと思います。いらないよね。でもね、わからないです。いらないでしょそういうの。橋本選手は、はい、今年は惜しかったんだよね。そうですね。いやでもいいとこにね、プレーオフまで行けたんだ。行きましたよね。いいとこ行ったね。初めてなんで、はい、そのやってるシーズン入るときに、はい、最後あそこまで行けるかな、まあ行こうとは思ってるだろうけど、はい、手応えとしてはまあうまくやれたシーズンっていう感じがする感じはしますね。まあ入り口新しい監督、スペイン人の監督でやりだして、うん、まあ、新鮮なようで分からないことが多くて、うん、これ僕らできるんかなみたいな。そのサッカーの内容が、はい、それ結構難しいことを言われた感覚が最初あったの。感覚はありましたね。ポジションをやっぱりしっかり守ることだったりとか、うん、まあ、守備の仕方も細かく言われたりして。オーガナイズがあるってことでしょ。そうです ね。それまではスペインの人だから、うん、オーガナイズがやっぱあるわけです。しっかりあるんだやっぱり。なかったんですね多分今まではベルディにそういうとかちょっと足りなかったものを、はい、結構入れたからだと思いますけどね。でもね、解説者から見てもベルディ予想よりは結構いったなって感じですね。そうですね。だそういう意味では徳島も含めてね。そうですね。徳島スペイン人監督さんが、まあ、でそこに存在感は出したなと。千葉は含めないの。あ、千葉もそうでしたね。だいぶ特徴的なところでやってきましたけど ね。 そうだよね。 J2 のな面白かったよね。変わったというか。そうですね、あんまり今までにないサッカーをするチームが増えた感じがするじゃん。やっぱり色があるチームを見るのは楽しいですからね。そうだよね、はい、J2 の方が多いと思いますね、うん、そうかもしれないね。そう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 、はい、J1 もうちょっとトライしたらいいのにね。いやでも J1 残留どころじゃなくて、はい、ね、あ、僕らね立派なフィニッシュでしたから。いやいや本当ですよ。まず選手のやっぱお給料しっかり上げてください。それが難しい、ね、それは重要な仕事ですね。今の選手たちを残すだけでもやっぱり 2億円ぐらい。あ、本当ですか。だって活躍した選手に給料を上げ、そうですね、上げなきゃいけないじゃない、はい、それが大変なんだよね。じゃあどんどん上がっていくんですね、クラブ予算は。それで、でもクラブの売り上げが伸びないとそういう選手は他のチームに出ていっちゃうじゃん。まあそういうことですよね。だからクラブがだんだん強くなっていこうと思うとクラブの売り上げもだんだん増やしていかなきゃいけない。簡単じゃないのよ。もうちょっとあれですか、はい、ギリギリ3人ぐらいやったら、うん、変な話ですけどね、うん、上げなくて済む、上げなくて済むの。まあそう言ったらさ、いや本当に最後の本当まとまってね、うん、まあ、J が入ったっての大きいのかもしれませんけど。いやよかったよ ね。でもそれだけじゃね、来年再来年いけないんだ、こうそんな話をするんじゃないんだっていう感じ です、はい、生放送なので、はい、ちょっとポンポン行かなきゃいけなくて、まあ、今日日本代表についてなので、はい、まずはどっから行こうか。ワールドカップの組み合わせが決まりましたよっていうところからちょっとまず行きますよ、はい、日本代表についてだからね、ちょっと自分のあれは置いといてはい、組み合わせこれです。組み合わせは、ポーランド、コロンビア、セネガル。まあこの辺はみんなテレビ見てる人もよく分かってるなとは思いますけど、この組み合わせの印象どうですか、戸田さん。どうですか。あ、じゃあ橋本選手。僕はもう厳しいなっていうのが、これさ、世の中的にはというか、こうなんとなくラッキーって思ってる人多いような気がしない。そういう報道はありますね。そうですね、僕も報道を見てちょっとびっくりしたんですよね。ブラジルとかが入ってないからってことは。そういうことだと思います。でも結構しんどいなと思う。はい、思いますね。まあ、前回コロンビアなんて結構なやられ方をしたと。やられてたよね、はい、まあ、4年前ね。はい、それを考えたら僕個人的には前回大会で厳しいと思ってます。前回ってどこだっけ。ギリシャがいて、コロンビアがいて、もう一個はどこだ。コートジボワール。コートジボワール、はい、あ、じゃあまあそうか、そうか。確かに。いや、そうですね、僕個人的には前回で厳しいと思ってます。それはギリシャとポーランドを比較するとやっぱポーランドは結構強いってこと。あの、どの国にも、うん、いわゆるワールドクラスがまずいますね。例えばレバンドフスキ、ポーランド、レバンドフスキ、はい、ハーメス、ロドリゲス、
ファルカオもいます、うん、セネガルにはマネがいます、マネリバプール、はい、じゃあ一応まあ試合もちょろちょろ見たんですけど、うん、まあ、全チーム全体の試合の本当のビッグネームがいるわけじゃないんですけど、うん、逆にだからまとまりもあるなっていう感じがあります、うん、でその中でビッグプレイヤーがいるんで、うん、ゲーム決めちゃいそうな人がいる、そういうことです、うん、日本にはやっぱいないか、まあ、今挙げた選手と肩を並べられる選手はいないと思います。やっぱいないか、それはもうしょうがない、はい、まずいない、はい、いない。橋本選手います。いるの。本田圭佑です。本田圭佑、ちょっとこう違いは見せられるかなっていう、一発あると思います。まあ、一撃は持ってる可能性はあるよね、はい、なんか期待は持たす選手だと思いますけどね。まあまあこのグループでランキングあんまり参考にならないとは思うけど、やっぱりこの中では日本は普通に考えると一番ちょっと難しいかなって感じ。そう考えて僕は正しいと思います。そこから始めた方がいいと思います。そこから始めた方がいい、うん、はい、橋本選手もそれは思います。同じ、はい、じゃあそういう状況の中でノルマっていうか、はい、日本代表にここまでは行ってほしいなっていうのはどのぐらい。予選グループ突破です。予選突破、はい、橋本選手はノルマはそうだと思うんですけど、うん、希望はやっぱりベスト8行ってほしいですけど、ね、これあれだよ、今の例えばハリルさんがやってる日本代表チームの、はい、方向性とかっていうのは置いといて日本人のサッカー人として、はい、ノルマって言ったら、まあ、それって言われても同じ。どうしてもなんかね、日本はどうしても優勝目指しますとか、うん、そういうことを言う場合が多いんですけど、多いよね、ワールドカップに出る国で最初から優勝目指しますなんて国は一つもないですから、うん、それぐらい過酷な大会ですし、うん、どこもそういう意味では力がある国が出てくるんで、はい、うん、本当に日本の場合はもう本当予選グループのもう初戦まずここですから、うん、ここに全部全勢力傾けて勝たないと難しくはなるんでしょうし、うん、この3つを差し置いて上に行くだけでも相当難しいと思いますから。そしたらまあじゃあそのどことどうやって勝つ引き分けるっていうことは置いといても、予選グループこのグループを突破すればもうこれはもう素晴らしい、はい、OK だということですね、はい、じゃあまあ今のをベースに、話をしていきたいと思います。それでは一旦これ CM？さあ今日の J リーグラボは生放送でお送りしていますが、そもそもハリルジャパン、まあ、ハリルさんはどういうサッカーを、まあ、目指しているというか、まあ完成形どんなんなんだっていうのをあんまり見たことない人にも伝わるように、はい、戸田さんちょっと解説してください。まあ別にボードを使ってもいいし言葉で言ってくれてもいいですけど、全代表の時は自分たちがボール持って、うんうん、まあ、攻撃するっていうのがメインだったと思いますけど、うん、そうね、今の代表はどちらかというと相手がボールを持っているところに対して、うん、やっぱりその強い守備を行って奪ったボールを早く攻めるっていう、うん、守備からっていう多分考え方に変わってると思いますし、うん、であのデュエルっていう言葉をね、うん、まあ、いろんな人は多分聞いてきたと思いますけど、キーワードにしてるもんね、要はもう1対1の局面のところの、まあ、強さを選手に要求してますし、うん、その1対1の守備っていうところが結構なベースになってるんじゃないかなとは思いますね、うん、これ、まあ、なんかそもそもだけど本当に、はい、そのトライで日本は良かったのかっていう、はい、それどうも、まあ、今その話をしていくことも大事かもしれませんね。だからこれ一応全部が終わった後に言うの簡単なんで、うん、そういう意味ではだから例えばこの前のヨーロッパの遠征行った時に、うん、まあ、ブラジルとベルギーってやって、うんうん、ブラジルの試合は、まあ、選手のコメントにもあるんですけど、うん、要はピッチのどこから相手に対してプレッシャーかけるのかっていうのがすごく曖昧だったのでうまくいかなかったです、うん、ベルギーの試合は要は奪いに行くときと構えるときを、うん、まあ、あの監督と話をして設定ができて、まあ、手応えをつかめましたっていう話にはなってたんですけど、うん、ただそうなったときにやっぱり簡単に言うとちょっとこれで説明するの難しいかな。要は例えばこうやって各選手に対して多分人を意識させるはずなんです。今日の、うん、お前は僕だったら例えばこいつだよとか、うん、このだったら出口だったら多分デブライネ、うん、だそういうところで人を意識しすぎた時にポジション外れちゃって、うん、例えばルカクみたいなセンターワードにボールが入っちゃうとかっていうところは結構僕は
見ていてちょっと危ういなっていうところはありましたし、結局相手チームにあの能力が高い選手がこれからどんどん増えてくると思うので、どのエリアで守備をするかっていうのと同時進行で誰にボールを持たしちゃいけないかっていうところももうちょっと加えていった方がいいんじゃないかなとは思ってるんです。それはそのハリルさんがやっていくっていうことの中で、はい、そういうことをちょっと気をつけていかなきゃ修正しなきゃいけないよねっていう話、はい、だ相当多分その人を意識させてるはずなんです、いやじゃあ俺最初さっき言ったのは、前回ザケロニ、はい、日本は強いチームになる前提で、はい、相手よりボールたくさん持とうっていうトライをしたじゃない、はい、グループでね、グループとして、はい、でうまくいかなかった。で今度同じような日本、この先の日本を考えてみて同じようなトライをするならそういう監督にすればよかったと思うけど、まあ、そうじゃない監督にしてるじゃない、はい、してます、はい、だそもそもそれはどう思ってるのかなっていうのを聞きたかった。あ、なるほどね、うん、まだそれはもう教会の人に聞かなきゃ分かりませんね。いやそうなんだけど、はい、そうなんだけどサッカーやってきた人たちとしていやどう思ってるかなっていうのはちょっと聞きたい。僕はでもサッカーっていうのは相手ありきのものなんで、うん、自分たちがボールを持てるフェーズだったら持てばいいし、うん、難しかったら守備をすればいいと思うんで、うん、要はそれをあの試合ごとにプランニングして、うん、代表だったらピックアップ選手でできますから、うん、できるじゃない、できて、じゃあハリルさんはそういうトライをほとんどこうしようとしてないよね、うん、で多分前提としてはやっぱり日本がワールドカップで今勝つには、はい、もう守ってカウンターをすることしかないと思ってるからっていう前提でハリウさんはああいうことをトライしてる。いやでもアルジェリアの時は基本的に一緒でしたから、そういう多分じゃあまあそういうタイプの、ね、そういうタイプの人を今、はい、日本代表は監督に迎え入れてますよっていう前提 で、はい、昨日の北朝鮮戦は、はい、まあ良かったかどうなのかっていうところでいくと良かったポイントは、うん、まず勝ったことです、うん、ギリギリでね、勝負事なんで。よかったよ ね、 でもね、絶対に勝った方がいいです。で勝った上で、うん、まあ細かく見ていった方がいいと思うんですけど、うん、結局昨日の試合は何があったかっていうとボールは持てましたけど、まあ、7-3 ぐらいだったよね、まあ、持たされたところもあるんでしょうし、うん、まあ、北朝鮮もまあ後ろが最終ライン4枚で中盤が5枚で、うん、まあ、4-5-1 ですね、うん、まあ、この形で守って奪ったボールは早めにトップに預けて、まあ、落として逆に持っていくとか、うん、やることは結構徹底してたと思うので向こうはもうよく準備してたなって感じだよね、はいはい、逆にハリル・ホジスさんがこうずっと目指してきたサッカーを北朝鮮の方がよく実践したというか、まあ、その力関係でやったと思うんですけど、でそうなった時にボールを持つことになった日本はどうだったかなっていうところで言うと、まあ、どうしてもその即席チームほぼ即席ですから、うん、そういう意味ではより守備より攻撃のは多分難しくはなると思うんで、うん、特に前半はどの選手もこう探り探りで相手を意識するより味方を意識しなきゃいけないような感じでプレーしてましたから、もう昨日のゲームだと想定している相手のレベルではなかったよね、まあ、ハリルさんがワールドカップでこうやりたいっていうトライをするときに昨日の相手だとどう見ました、同じトライに相手のレベルって相手のレベルはワールドカップは関係なくなったただの試合にはなってしまってますよね、うん、ただまあ相手もすごく準備をしてきてるんで、はい、昨日の試合っていうことだけに関して言うとあのゲームの中で点取るのは、まあ、結構難しかったかなと思ってます。ただ本大会で考えても先にもし点を取られたら、うん、この展開十分考えられます。こういう展開、このぐらいの展開ってあるかな。あります。あるかな。コロンビアも基本的にはカウンターです。じゃあそういう展開がある前提で、はいはい、昨日良かった点または選手、僕が考える良かった選手はまず中村ですし、ゴールキーパーの、いや当たってたよね、はい、あとは、まあ、途中から出た柏レイソンの伊藤と、うん、まあ、川又ですね、うん、俺はもう最初から出た選手と多分途中から出た選手で、うん、変な言い方すると、うん、多分途中から出た選手の方がプレーしやすい試合だったのは間違いないんで、うん、様子もよく見て分かりますし、うん、ちょっと試合も開けてくるんで、だそういう意味ではスタメンで出た選手は結構どの選手も苦労したかなっていうところは
あるんじゃないですかね、うん、まあそうだよ、ね、はい、あ島津選手は昨日の中で僕はちょっと違って小林選手小林優、うん、はい、選手は結構チャンスになりそうな形が見えてることが多かったですね、うん、だそういうポジションも取ってますし、うん、チャレンジしようとしてるんですけど周りが出してくれない、ね、だから気づいた出し手に変わってました、うん、クロス上げたり、うん、そっちのプレーが増えてたんでそもそもやっぱここでプレーしてるっていうのがそうですね、ね、川崎でプレーしたポジションとは違くて確かにこう斜めにとか横にランニングして、はい、ちょっとしたところでスペース見つけてなんか仕事したいなっていうのはね、そうですね、連携してるかって言ったら、うん、そこがない分このドリブラー、まあ、伊藤選手とか分かりやすく分かりやすいんですね、川端選手はやっぱ背負ったところで当たり負けず耐えれたり、うん、クロスから真ん中に入れたんで競り勝ってっていうので、うん、チャンスがやっぱりあったりはしたと思うんですけど、多分あれですよ、伊藤が出た時間帯から違う試合に変わって、うん、それまでの日本はやっぱりグループでこうボールを動かして攻め込んでいくっていう戦い方を採用してたんで、うん、僕も小林が何をしようとしてるかとかハーフポジション取ったり斜めに動くってよく見えてましたけど、うん、そういう意味では洋次郎も、ね、ボールピックアップして出してまた出ていくとか、うん、必ずもよく流れたりとかそれぞれはすごく努力してるんですけど、なかなかその一つの動きが二つ三つにつながらないっていう感じでどうしても出てしまって、あれさ、もし、まあ、2人ともボランチじゃない、はい、今野がもうちょっと例えば気が利いて前につけれるような、僕はなんでこうやって置いたかっていうと、うん、前半はこうだったんです、うんうん、そうですね、そうで要はボールがここにあって、うん、まあ、このワントップの選手の主演に4人いて、はい、でここは孤立しててでサイドバックはこの中盤のラインを超えない位置でプレーしてるんで、うんうん、そうですね、ボールは入ったとしてもサポーターいませんし、まあそうね、閉じないんで入らないですしっていうのが多分後半になって今度が出始めたんで、うん、おそらくなんかハーフタイムに指示があったんじゃないかなとは思います。少しかただ今度そうなった時に相手が多分若干こう締め始めたとして、うん、今度僕が気になったのはここなんですよ、こことここなんですよ、例えばもう少しこう幅取っておいてここからここでボールがもらえたら今度ここにスペースがあるんで、そのとこうやってヒュッと入ってきて流し込むみたいなところは基本的に4-5-1で構えるってことはスペースはこことここにあるはずなんで、うん、だから前半から後半にかけて このフェーズに僕は変わったと思ったんですけど、うん、あともうちょっとやっぱセンターバックが持ち運ぶとかっていうところが欲しかったなと思いました。どうしても後ろにとどまってこう足元につけるだけになっちゃうんで、うん、できればこのパスでこの中盤のラインを通過できるとかなり楽にはなったんじゃないかなと思ったんですけど、でそれが最終的に川俣入ってきて こっちに人数が増えた時に相手が締めた時にちょっとこっちが使えるようになったりとかっていうのは試合の終盤にかけて僕は勝手に見えたんですけど、うんうん、いやまあコンちゃんってすごいいい選手でやることは間違いないんだけど、はいはい、7-3で昨日みたいにボール持てるような時でまあ、別の選手の方が昨日のゲームだけ考えれば、うん、まあ良かったかなとは思ったりもするんだけど、だから多分前半入るときはまだ相手がねどうやって戦っていくか分からないと思うんで、まあ、あと前半の最中にその修正ができるのかどうかっていうのと今言われたように多分違うタイプの方が よりこのライン間で仕事をさせるんだったら違う選手の方がいいじゃないですか、うん、ただそういうところで監督が人を選んだのかどうかっていうのが、まあ、そういうのもあるわな、そう小林は右だったり、うん、金崎はワントップだ、あともやっぱり僕が気になったら高木ですよね、うん、でトップ下で出てるんですけど、まあ、基本チームではシャドウしかやってなくてシャドウがもう一列後ろですよね、うん、でトップ下やった時に前半の途中で、まあ、金崎ボール引き出そうと思ってこうやっていろんなところに顔を出すんですけど、うん、ちょっと入れ替わりで高木がこうセンターバック背負うみたいなところが出てっちゃうんですね、うん、だからこれは彼にとっては多分自然じゃないんで相手を背負うっていうのは、うん、彼は結局角度つけてハーフポジションでワンタッチでパスが出せるみたいなところが良さなんで、ただこれもひょっとしたら言われてる可能性もあるので、うん、指示として背後狙い背後狙いみたいなこともなんか中継の中でも聞こえてましたから、でもなんかちょっとかわいそうだったよね、そう思います、なんかこうさあ自分で立ちでなんかしなきゃこれ崩せないなと思うから、はい、だから、ね、チームとしてだから本当にその誰にどういう具体的な役割が与えられてたのかなっていうのは見ててずっと気になってて、うん、で後半今度が1列前に入り始めて多分あの洋次郎も
ちょっと感覚的にうまくプレーできそうだなっていうタイミングでまあ交代しちゃったんで、うん、彼にとっては残念な試合だったかもしれませんね、うん、はい。彼やっぱ出してじゃないですか基本的に。いや出して出して全然出して出してが前で背負っちゃうってやっぱおかしいことで、ね、で彼にボールが入った時にできるだけ多くの人間が動き出すっていうのが理想なんですけど、なかなか全然ならないですね。難しいよね、最近のパッと、難しい、まあ、ハリルさんがどのぐらい伝えたか分かんないけどさ、はい、きっとあの中で高萩は一番もっとこうチームがうまく回っていくにはボランチが上がってこないと結構しんどいなと思うから自分が、ね、はい、そのためにスペース空けてあげたりしたんだろうけど、いいとこってなんか他になんかなかった？他ですか？橋本選手なんかなかった？やっぱり家口選手一発持ってるなって。家口よく取るよね。でもね、はい、こう苦しい時に取っちゃうんで、うん、あの力はやっぱり天性のものじゃないとなかなかつけようと思ってもつけれるもんじゃないんじゃないかなと思いますけどね。点取るっていうことに関しては、はい、ポジションもフォワードじゃなくて、うん、低い位置でもそこが一発でゲームを決めてしまう力があるんで、うん、やっぱボランチの選手ってそんな要素をあまり求められないところが多いと思うんですけど、うん、それを持ってるんで、それはすごいと思いますね。入り口はじゃあ例えばダブルボランチで2人ボランチがいるとして、はい、どっちかっていうと前に出ていく方が好きな感じ、どうなんですかね、どっちがいいんだろうね。それが僕よくわからないですよ。僕は出てこうなんじゃないかなと思ってるんですよっていう感じで、戸田と稲本だったら稲本が出てくってことだね、はい、でもボールめちゃくちゃ受けてたんですよね、うん、足元で受けてさばいて、うん、起点になってたんで、うん、ちょっと感じが違うんですよね。今度と並んだら今度が出るんだろうね。そうなんですよ。だから今ちゃんが出ててたっていう話だったんで、はい、それは間違いないと思うんですけど、逆の方が良かった、ね、あとはまあイーブンでやるのか、はい、最終的にゴールの時はその2人が絡んでなってるわけだから、出口だから2センターバックと協力して3枚気味にすれば、うん、もうちょっとさっき言ったみたいな 幅が取れて多分外からボールを運べたはずなんですけど、うん、もうちょっとそこはできたんじゃないかなと思いましたけど、でもそれも含めてだからベンチの方からどれだけ具体的にあったかどうかなんで、なかなかそこは引いた相手に対してはこう、でもさ本当にワールドカップでさ 0-1 になってあんなに日本がゴール、まあまあ、ボール持てる状況ってあんのかな。いや、あるんじゃないですか。あると思いますよ、はい、逆にロングカウンターの方がコロンビアとかそうですね、ポーランド得意だったり、セネガルも実はそうなんですよ、うん、彼らビルドアップなんかそんなしないん で、うん、で前線にでかい選手がいて結構ボールも蹴ってきますし、うん、だ十分考えられると思いますけどね、うん、どこまで下がるか別にしてですけど、今さ大体いいこと聞こうかなと思ったけど、どっちかっていうとやっぱりちょっと足りねえなっていうところが多そうなんで、はい、この後もう今度足りないところを CM の後話していきたいと思います。はい、生放送でお送りしていますが、まあ、ロシアで、まあ、お二人が言うように予選を突破、予選グループ突破できるようにするために何すればいいんだっていう話ですよ。ここから足りない部分、昨日のゲームはまあもういい、昨日の試合の話をね、もういいですとしても難しいですよね。で昨日の中で、はい、じゃあもう一回だけ昨日に引っ掛けて言うと、昨日の中で本大会でもなんかこうできそうだなっていう選手いた？選手、うん、選手はもう入り口になっちゃいます。まあ、入り口は多分そのまま普通にしても行くよね、はい、あとは、まあ、キーパーか。そうですね、うん、でまあ、多分メディアとかは伊藤君とかどうかなっていうのは、まあ、ハリル・ホジッチ監督が、うん、あの目指しているサッカーにはすごくフィットすると思いますし、うん、まあ、J リーグでもすごくいいシーズンを送ったと思うんで、うん、でハリルだと、はい、浅野とか結構使ったりするじゃん、はいはい、だからこうですよね、まあ、使いやすいんだと思うんですね、前にスピード、うん、伊藤の方が結構もうちょっといけるドリブルができるいけるかなって感じはする、はいはい、中に入るのも結構上手ですね彼は、はい、使ってみても面白いかなっていう感じで、はい、まあ、あとは左利きのサイドバックっていう意味でも車や、まあ、試合の中で徐々にこう存在感を出しましたけど、うん、もっとできると思いますけどね、正直、うん、能力相当高いんで。左利きいないか、なかなかいないんで、うん、そうだよね、はい、右も怪我しちゃったからなのかもしれないけど、室屋が急に呼ばれて急に出たからちょっと大変そうだったし、はい、ね、やっぱりあれは緊張か緊張もあったんじゃないですかね。なんか見せなきゃいけないっていう、日の丸つけるとちょっと重さが出てきますから、ミスにちょっと怯えてる感じありましたね。最初はちょっと入りが悪かったからっていうのは、どうしても相手と競り合うときに手をすごい使ってたね、引っ張るんが
あんなことするイメージなかったんですよ。いや俺もそうなんだよね。やっぱそういうすごい怖かったんだと思いますね。やられちゃうんじゃないか、相手の力がなんかこう読み切れないというか、はいはい、そうですね、余裕がない状態でしたね。だもうちょっと室谷と小林優の連携も取れてると、うん、多分小林の動きに対して出てくるみたいなところが、はい、うん、いや、お互いに多分メリットがあるというか、どっちも評価される形になると思うんですよね。さっきあの CM 中に小林優使った方がいいでしょみたいな感じだったじゃない、はいはい、使わない選ばない可能性っていうのをなんとなくこれは感じるってこと、ハリルさんからすると使わない、はい、選ばないと思います。代表でプレーした時は右ですもんね。右が多いよね。で右の選手にサイドの選手に求めているものは、うん、今では縦の速さだと思うんですね、うん、1対1の強さとか、うん、スピードないわけじゃないですけど、うん、彼はそこで生きてる人間じゃないので、まあ、できれば僕はやっぱ真ん中で使うべきだと思いますし、うん、まあ、金崎とセットで使って、まあ、途中がそうなりましたけど、そういう形の方が望ましいと思いますけど、ね、見てるこう一般的にサッカーを見てる人たちだと、今選ばれてる人たちが、はい、今の日本のベストだってまあまあどうしても思っちゃうじゃない、はい、でもこれハリルのやり方だから、そうです、そうです、この人たちが選ばれてるっていうわけで、はいはい、でそのやり方の中にも小林優斗がうまくはまんじゃないかっていうことを少しこう言いたい。いやでも今の監督がやっぱりこう進めてるサッカーの中だと難しいかな、難しいタイプの選手だとは思いますけど、うんうん、でも抜群にいい選手だと思います。いいよね、はい、いいんで呼ばざるを得なかったと思うんですよ、うん、何回かやっぱりいいなと思っても諦めてた部分がもしかしたらサッカーに合わないって思って、うんうん、呼んでなかった部分があってもMVP になって得点をなってそれ外しますってなったらもう方向性がはっきりしちゃうんで、はっきりしちゃうっていうのはやっぱりあのもう使わない、うん、そういう選手でも自分たちのやり方に合う選手しかも選ばないっていうのをもうこの試合の段階で決めちゃうこと、選抜する、うん、代表を選ぶ段階で、あもうじゃあそのラインに乗っかってない人はもう入らないんだっていう風になると思うんで、うん、それは避けたから読んだ、僕は読んだんじゃないかなと思いますけど、じゃあやっぱりちょっとポーズみたいなもんだね、ポーズとあともしかしたらっていう思いもあると思うんですよね、やっぱ良さは絶対分かってると思うんで、うん、だからかわいそうって言ったらあれだけど、さっきの話ちょっとかぶっちゃうんだけど、川崎みたいなトライをする監督が代表の監督さんだったらまあまあ多分ゴロッと変わるよね、可能性はあります ね、はい、で小林優も普通に言ってるだろうしね、はい、そこのところが難しいところだよな、まあ、ひょっとすると昨日みたいな試合だったら、まあ、大島みたいな選手を置いて、ね、近くに置いてあげると、置いてあげたい、まあ、そしたら絶対いいよ ね、 そうですね、でもまあ最初の話に戻るとそのトライをしても難しいからこの今のハリルさんのトライをしてるっていうことだよね、うん、どうなんですか、でも、まあ、考え方がハリルさんがそうだと思うんですよ、ね、うん、で選ぶ方もそういう前提で選んでると思いたい、うん、だから配置戦の時に小林優輝が呼ばれて、僕彼プレーメイクしてよかったと思ったんですけど、うん、まあ、途中で変わった後に次呼ばれなかったです から、うん、から中盤のセンターの選手に求めていることは多分そういうことじゃないんですよ、うん、守備から入ってっていうところだと思うんで、リアクションの、うん、アクションによりリアクションでどれだけ能力を発揮して、うん、プラスアルファがアクションの要素になっているかもしれないですね、うんうん、でもまあそれで勝ちに行かなきゃいけないわけじゃない、はい、いける、いける、あ本大会ですか、本大会、本大会、まあだから本当にその対戦相手を多分まあ徹底的に分析してっていうタイプの監督さんだと思うん で、うん、でまあそのまだ時間がたくさんありますから、うん、そういうことを徹底的にやりながら、まあ、自力を上げて、うん、あと本当プランニングを綿密に組むという形で進めていくとは思うんですけど、今昨日の試合には出なかった人たちがほとんど、はい、ハリルさんの頭の中の中心メンバー、まあそうでしょうね、でしょ、はい、で今やってる人たちの中から本当に数名が、はいはい、専門職として選ばれていくって感じだよね、うん、きっと伊藤が残るのかどうかとか、あと勢い、チームの勢いをつけるためもあるんじゃないかなって、どういうことそれ、どうしてもマンネリする部分があるじゃないですか、うん、ずっと代表のメンバーで一緒に来て、うん、それを最後のワールドカップに向けてそういう勢いのある選手、うん、成長する可能性、うん、化ける選手を、まあ、ホタルがそうだったかもしれないですけど、うん、そういう選手がバッて、ね、うん、はい、入るとあれ
ちょっといけるんじゃないかっていう。ハリルさんそういうとこ俺ももしかしたらすげえ狙ってやってんじゃないかなって、そのビッグ3外したみたいなのとかも、はい、刺激をやっぱり必要だと思ってると思うんですよね。やっぱそこが順当なのかもしれなくても、うん、やっぱその刺激がないと最後の伸びが、うん、本大会前の伸びがやっぱり出ないんじゃないかっていうのが、うん、まあでもそういう意味ではあんまり先入観持ちすぎずに、うん、その時こうね力になりそうな選手を、うん、使ってるっていう側面もあるとは思うんで、うん、その選ぶ基準が守備からっていうところだとは思うんですけど、うん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 、ずっと誰かにこう依存するっていう感じはない監督さんだと思いますけどね。ないない、はい、で一発目のゲームがどこなんだっけ。コロンビアです。コロンビアドロー、まあ、一番厳しいでしょうね。一番強いかなコロンビア。そうと思います。あポーランドより強いです。あ自分が見た感じですよ、ね、あそうなんですね、うん、ポーランドも強いけど、はあ、でコロンビアやって次がポーランド、セネガルか確かそうだったな。最後ポーランドじゃなかったこれ。そうですね。あそうなんだ、はい、うん、で一発目もうこれはもうあわよくば当然勝ちにいくんだ。2勝1敗は上がれるんですよね。2勝1敗は大体上がれるじゃない。全チームが2勝1敗になることもあったりするけど、はい、勝ち点4あれば4で上がれますか。 4あればなんとかもしかしてっていう5だよね。5一緒に分け、あそしたらやっぱりどこにだったら一番可能性があるか。可能性があるのここか。勝ち点3のですか、うん、どこですかねもう全部変わんないかなそんなに。でもセネガル僕も一番ルーズなことをやってくれそうな、まあそうね、ルーズでした。うちがねえや日本がしっかりもう綿密に組織立って90分過ごせたとしたら穴はできやすい、まあ、ちょっとスリーラインは、ね、やっぱ距離はあります、うん、見た感じだと。それでもさ能力でカバーします。そうですね。それでも、はい、その 0-0 の状況の時はボール結構相手に持たせる感じになるでしょう日本は。まあそうでしょうね。基本日本はだから、ね、あえてするかもしれない。奪って出てきたはずなんで、うん、そうだよね。あえてそうするよね、はい、もう 40% 日本 60% 相手みたいな感じでしょ、はい、うん、そうか。誰点取るよ。だ点を取るっていうところも結構ねそこじゃないかなと思いますね、うん、そこが、うん、今守備の規則をすごいやってるんですけど、うん、攻撃ももしかしたら、うん、今のメンツであってパサーがいないっていう形でやるんであれば、うん、もう決めないと難しいんじゃないかな。決めるっていうのは人、いや、やり方、点の取る形っていうのは、うん、もう逆に言ったら研究されるかもしれないですけど、うん、もうその精度を徹底的に上げる、うん、もうサイドから行って自分たちがカウンターを受けたくないんであればもうサイドのその速い選手に対しに中がもう飛び込む選手ももうどこから飛び込むとか決まってるような、うんうん、まあ、人数もかけすぎないとかね。そうですね、うん、4人だけで攻めていって、うん、次こぼれるところにちゃんと次上げる場所がもう決まってるんで、うん、こぼれそうなところにもう次の人が行くっていうのも決めちゃって、うん、次またどこに出すっていうのも決めるぐらいの。そんなことやったことある？ないです今まで。ある？トルシエの時ってどうだった？トルシエの時は守備のところはありましたけど、どっちかというと、ね、トルシエもさ守備の人でしょ、はい、どうやって点取ってた？いやそんな別にこうやって点取るよっていうことを繰り返しトレーニングしたわけではないと思いますし、結果どういうゴールが多かったっけ？やっぱカウンターが多かったんだけど、奪ってショートカウンターが多かった。押し込んで崩したっていう得点はそんな記憶してないですね。そうだね、長いボール使ったっていうのも結構多かったですし、どっちかっていうとやっぱトルシエさんも日本はちょっと弱者の視点から守備をしっかりしてカウンター、はい、うん、はい、あの時が3バックで右に誰？右中盤の右ですか？ワイド市川か明神ですね、はい、ワイドに、はい、明神やってました、ね、明神ワイドですか？市川か明神です。左は大が小野伸二です。そうだよね、はい、ね、そうですそうです。でダブルボランチが稲と一つ前にヒデさんがいて、でヒデがいてツートップ、はい、そうか。でそれこそ伸二が左にいなかったらもう本当どうやってボールを落ち着かせる時間を作るかみたいな、そこは落ち着かせどころでしょうね。そんな感じだよね。あと後ろに中田浩二がいたんで、うん、彼も運べて
出せるというのもありましたし、うん、左足で、うん、ただとにかくコンパクトで強度が高かったですから、うん、だからデュエルデュエルって言われてるんですけど、ずいぶん前にやった気がします。昔からやってるよって、はい、俺もずっとダッシュしてる感覚でしたから。あ、そうなんですね。本当に、はい、まあでも そんな発想で今トライをしていく中で点取るにはもうさっきの話だともうセットプレーみたいなもんですね、うん、攻撃の形が決まってて、うん、セットプレーをあえて取りに行くのもよくペナルティーエリアの周りでフリーキックが取れてないと、うんうん、であれば取るための形をもう追求するか、フリーキックを取るためにそこを狙うとか、昨日の放送でも そういうこと言ってたじゃない、あのペナの周りで近くでフリーキックをもらえてない日本はって、はい、もらえそうなシーンっていうかないもんね。要はなんかドリ、例えばちょっと仕掛けることでもなければさ、まあ、もちろんこれは必要ですよね、ドリブルはね。ファールなんかもらえないのにそんな選手もあんまりいなかったり、まあ、あとは浮いたボールでヘディングで競って、うん、相手が乗っかってくれてファールとかっていうのね、はい、でもセカンドみんなあと前半に1回オフサイドになったけど倉田がほら、はい、金崎から受けてボールになったんだけどオフサイドとかあったんですけど、ああいうやっぱこう斜めにやっぱりもう少し入っていくっていう侵入している形を持たないとファールも取れないと思うんですよね、うんうん、セットプレーってどうなんだ日本代表今の。だキッカーがね、まあ、入り口は蹴ったりしてるんですけど、今フル代表本当にトップベストでやったら誰が蹴る、それでも入り口蹴ってます。そうですね、はい、どう、だ歴代の代表チームで比べればそうですね、ちょっとそこの人材がまあいない形にはなりますよね。ね、うん、じゃあどうやって点取るの。すごく重要な部分にはなるんで、なるんですけど、どこで取るかっていうのも同様に、でもブラジル戦はその状態でも点は取れてるんで牧野拓也、はい、はい、ですし杉本健勇も、あ、惜しかったよ、オフサイドだったけど乾が蹴ってあるっていうことは、うん、キッカーがある水準いってるか、いってれば、うん、その下手でなければ、うん、ある程度そこは追求してみんなの中の動きがしっかりしたものにそこに合わすだけっていう、うん、キッカーに依存しないで中が作ってあげるのでもいいのかもしれないですけどね、うん、今までキッカーが判断やっぱり穴を見つけるのがうまくて、うん、そこにポイントで落としてくる、だから特定の選手を多分狙って蹴ってたと思うんですよね。それキッカー選んでたと思うんですけど、うん、それをもうチームとして特定の人を選んでその選手が勝つために周りが動くような、うん、キッカーもそこに蹴るだけってすれば精度はそこに速いボールを蹴ればいいだけになってくると、うん、だいぶ変わるかもしれない。それはもう相手の穴を結局分析して誰が誰にマークついてくるかっていうのでこの選手が穴になるんじゃないかとかっていうのが分かればある程度狙えるんじゃないかなって気もしますけど、うん、面白いね。これはさ、もうハリルさんがやってる今のサッカーを前提に話してるからきっとこういう話に、はい、なります、なるんだろうけど、でもまあそういうことなのかな。最後ゲームを決めるところは、まあ、だからストロング消してウィークを作ってもらうと思うん でストロングの消し方は、はい、もう大前提というかもう本当ベース中のベースでさっきから話してる守備ができてハードワークできるやつを、はいはい、走れる選手っていうことでね選んで相手のストロングを消して流れの中では絶対点はやりませんっていう、でもその分ボール持てなくなって攻撃に出ていく回数は絶対減りますよっていうことだよね、きっとね。完成形も絶対そうなるでしょ今のやり方だと。だからハイプレスでこうチャンス作ってるところはあるんであとはまあもう少し自陣で構える守備も整備して、うん、ただ全部マンツーマンにしちゃうとやっぱ花道作っちゃうところが出てくるはずなんで、うん、僕はちょっとそこだけはもう少しゾーンとマンツーマンのうまいこう境目 作りながらゲームを進めていかないと、うん、今自陣で守っている時の方が日本はちょっと問題抱えていると思うんで、うん、意外にハイプレスでバッといった時の方がボール取れてるんですけど、うん、なかなか長い時間続かないですからね、うん、で日本としてもボール持つ時間そんな長くないんで敵陣でもうちょっとボール持てれば変わるかもしれませんけど、うん、多分そこは求めてないと思うので、うん、求めてないじゃん、絶対求めてないから早くやっぱ攻めたいはずなんですね。普通の人が見てるとさ、そんなにこうサッカー好きだけど、うん、はい、あんまりっていう人が見てるとなんかすごい弱い感じに、まあ、弱いと思ってやってますからそういうことだよ、はい、なんか見てる側からしたら面白くないかもしれないけど、うん、結果勝ったなそれで喜んでもらえたらっていうところが大きいと思いますけどね、うん、もう
だその割り切り方を持ってみないと、うん、そうですね、でまあ、実際いろんなサッカーあると思うんで、いやそう思う、はい、そう思うよ、そう思うけど、まあ、日本人はあまり好きじゃない、文化的にないからかもしれないですけどね、うん、そういう守備でやってる国はいっぱいあるけど、うん、日本はアジアで考えたら攻撃的にいけるチームだ、やっぱり優位だ、うん、ボール元、やっぱそれで世界でも戦いたいってなっちゃうんですけど、うん、それをやった時に乗り越えれない壁があるっていうのは、前回はあったのは間違いないよね、はい、うん、でどうしてもそれを、まあ、ドイツの時もそうだと思いますし、うん、やっぱりそこであかんって思う監督がこういうタイミングなのかもしれませんし、うん、そうね、どうも将来的にやっぱりそういう感じでずっと日本は行くか。いや僕はこの前ちょっとスペインに10日間ぐらい行ったんですけど、うん、スペインは結局サッカー1個しかないって言って、うん、で相手がいて攻撃をするか守備をするかっていうのをゲームごとにプランニング組んでやるっていうのを、うん、もう13歳からずっとやってるんですけど、うん、最終的にはサッカーちゃんとできる国になることが重要だと思うんで、うんうん、あとは相手の力関係で戦い方を選ぶしかないと思うんで、うん、1個しかないっていうのは辛いと思うんですけど、うん、まあ、今だから限りなくその1つに限定してそこで勝てる可能性を探ってるはずなんで、うん、僕ゆくゆくはもう少しやっぱりこう豊かっていうか、うん、いろんなことがちゃんとサッカーとしてちゃんとできるような形にしていきたいなと思いますけどね。で話ちょっとそれちゃうかもしれないけど、じゃあそういうサッカーが育っていくような環境に日本のサッカーはあると思う、まあ、要はさっき一番最初の話だけど J2 とかは、はいはい、いろんな、まあ、スペインの人たちとか、はい、まあ、風間さんとか大木さんとかも含めて面白いことをトライする人たちが増えてきたのはすごいいいことだと思うんだよね、はい、でもちょっと前までさ、そんなトライをする人たちもあんまり日本の中でも多くなかったような気がするんだけど、まあ、あとはそれを多分日常的に育成からどれだけ積み上げられるかだと思うんで、選手の中に叩き込めるかだと思うんで、うんうん、僕がスペインに行って思ったのは、あ、本当に13歳からやってるわって話だったんで、うん、何をどういうことを、例えば、あ、本当に対戦相手をちゃんと分析して、うん、でビルドアップするならワントップだったらこう、ツートップだったらこう、うん、プレッシングするんだったらインテリアがいつ出るっていうのを、うん、もう13歳のレベルからやってたので、うん、そういうことを毎週毎週リーグ戦の中で対戦相手に、ね、うん、分析しながらこう戦術的なものをこう用意して、うん、彼ら日常的に多分こう積み上げてきてるんで、うん、やっぱそれだけのものは持てますよね、知識レベルも含めて分厚いものがあるなと思いましたし、特にさ、攻撃のところを本当にこうピッチの上に落とし込むってやっぱ難しいのかな。難しいですね。なんかまあちっちゃい、さっき橋が言いましたけど、うん、逆にそうい う形を作ることも重要だと思いますし、うん、あと選ぶのは選手なんで、うん、っていう。そんな風に育ってきた？僕は。いや、そういうには育ってないです、はい。俺らみんななんか自分のイマジネーションでなんか 2,3 人のアイデアが、はい、うまくあった時にすごいいい局面が生まれるみたいなことで育ってきたけど、まあそれだけじゃ全然足りない。そういうすごい選手も実際いますけどね、世界のトップレベルそうですね、はい、世界と戦うってなった時に日本にそれがいるかっていう話になってしまってるんで、うん、一番最初にまた戻るかもしれないですけど、そうだよね。最後はでも最初本田選手が、はい、まあ、日本の中にはいるって言ったけど、はい、普通選ぶよね。もう、まあ、23人いるので、うん、23人なんだけど、この枠をどう使うか、ね、これはあれだよ、自分がだったらじゃなくてハリルだったらっていう前提で選ぶと思いますよ、はいはい、僕は選ぶ。どっかでよかった頼るシーンがあると思いますけどね。そうだよね、そう思うよな。じゃあもう当然香川も岡崎も、まあ、当たり前に入ってくるよね。だ、香川のポジションはちょっとわからないです。わあ、怖いなこれと思ってますけど、うん、ただ最近ドルトムントのパフォーマンス見てると、うん、かなり良くなってきているので、うん、そう、外されたことが本人に火をつけている部分もあると思いますし、なるほど、それを監督が狙ってるかもしれませんし、うん、だ、そういうなんかこう刺激を入れながら、うん、まあ、本大会に向けて競争は煽ってんじゃないかなと思います。そっか、まあ、難しいゲームは続くけど結果勝つために今やってるんだろうね、泥臭くてもね。そう思います、それは間違いない、まあ、それで、はい、まあ、みんなでちょっとこれ応援していきましょう、ね、はい、じゃあ一旦質問コーナー言ったことないね。それないよ、誰もないもん、はい、質問いきますよ、はい、はい、大掃除大好きさんから、ボランチの一番の面白さは何ですか。
僕からですか。指示を出したら周りのみんながそれに対して動いてくれて、うん、ちょっとした監督になった気分になれる。まあ、そうだよね、それはあるよね、はい、前から行けって言ったらみんな前バーって言ってくれますし、帰ってこいって帰ってくるよね、はい、後ろの選手出てこいって言ったら出てきてくれますし、うん、要するに自分何もせんでもいいんですよそれは本当にそう思う。だから身体能力がない選手ができるポジションだと僕は思ってるんですよ、ね、俺も本当に同じ。俺ね、現役の時 岡田さんに、はい、ののが言うことはもう絶対だから聞けって言ってくれたんだよ、言ってくれたんですか。めっちゃ嬉しいっていうか、もうそれ今でも覚えてる。全然俺きつかったけどな、サッカーえ、ボランチの面白さ、はい、戸田選手ちょっと似てるんですけど、でやっぱ周りの協力なしでは成立しないんで、だ泥臭く僕の場合はもう走って、まあ、先を見せてボール奪って、それが味方がゴールに結びつけてくれた時は嬉しかったですけど、基本的にはもうずっと縁の下なんで、もうきついなってイメージしかないですから。本当は、はい、人を動かすだけじゃなくて自分が猛烈に走ってるイメージしかなかったんで、僕はやっぱりボランチが一番疲れないポジションだと思ってたんで、ウィングバックもやったんで、ウィングバックとか疲れるよね、はい、見えないところでただ走ってるだけなんで、でもこうでしょ、ウィングバックって。はい、も俺もやってたから、はい、やってたの。やってましたよ。本当みんな大体やるんだな、はい、いろんなとこスプリントがもう大変じゃない、ウィングバックって。はい、だから地頭がいい人はやっぱりそういう意味ではエネルギーの使い方とかよく分かってるんで、いや僕はそういう意味では、まあ、多分そこまでないんで、もう一個一個を必死に潰してる感じだと思うんですけど。でもね、そういうタイプもありゃ、その喋って周り動かしてみたいなのもあって、はいね、俺ね、なんかね、現役の時 の記者の人がこういうこと言ってたっていうのをこの間教えてくれたんだけど、理想のどういう選手になりたいかっていうので、一回もボールに触らなくても勝てるような選手になりたいって言ってたらしいんだよね、俺がね。あ、それはでもなんとなく分かります、だ俺でもそういう感じじゃない、はい、ボランチの一番面白いところ、はいはい、まあ、別に本当一回もボール触らなくても喋ってさ、はい、ね、それは分かるな、別に自分が何戦に触らなくてもいいやと思ってました。どっからかそういう時があるよね、ちっちゃい頃ボールされてきてしょうがなかったのにさ、はいはい、勝つために。そう言われるとそうですね、うん、そんな感じ。俺もう一個いく、もう一個いこう、じゃあ、はい、こいつうまいなと思った対戦相手、今までですか。今まで二川です。二川くん、うん、一緒にやってたでしょ。今もベルディで一緒に、まあ、そうか、はい、はい、うまかった。いや、ポジショニングがやっぱり上手で、はい、もうボール彼のところにボールが入った時には、うん、で終わっちゃうみたいな。そうですね、そう、周りが動いてるんで、そう、うん、やっぱり逆算で多分頭の中に描けてるんで、うん、僕は彼は嫌でしたね、はい、捕まえづらい。橋本選手、僕は小笠原光雄選手、ね、何がすごいの。いや、僕も同じなんですけど、うん、プレッシャー行った時に僕が感じたプレッシャーで、うん、裏には出せないと思ったら出されて、それがアシストだったんですよね、うん、しかも長い距離の30メートルぐらいのパスを出されたんですよ、うん、で僕はもうそこに狙いを持ってアプローチした上を越されたボールを出されて、うんうんうん、それも長いボールを出されてしまって、ちょっと次元が一個上で考えらないといけない。自分だったらそこまで寄せられてたら、はい、まずないと思った、ね、ないと思ったところでもう出されてしまったんで、うん、その局面を今でも覚えてんの。今は覚えてます。だからすごい衝撃的だったんだね。ショックだったんですよね。あ、やっぱりまだ自分はこの程度で、判断もそれぐらいなんだなっていうふうに思ったんで、うーん、そういうのあるんだな。もっとなんかテクニシャンの感じかと思ったら、いや、ストイコビッチさんとかも相当きつかったですけど、あの人うまかったよね。ボール受けるまでめちゃくちゃ走るんで。あ、そうなんですか。やっぱオシムさんの元で安田選手だなと思いましたけど、だ必ず持ってくれるんで、とりあえず持ったところからもう一回勝負ができるって感じ。まあそうだよね、はい、なんかそういうのより自分の方が局面よく分かってて、うん、もう完全にいけたってボランチの選手が思ったのに、その上を行かれた時の方がやっぱりショックだ。そうですね、プレッシャーかけてる感覚なのに、向こうはもう違うとこ見てるってことなんで、うん、存在意味がなくなってる状態なんで空気のように扱われるっていうのはショックですね。もうあと10秒だ、帰ろう。お邪魔しました。ありがとうございました。ありがとうございました。頑張って。はい。ありがとうございます。頑張ってください。